ソユーズトママイナス -11 は2007年10月にソユーズ FG によって打ち上げられた国際宇宙ステーションへの飛行であり、第16次長期滞在のクルー2名を ISS に運んだ。また、ロシアとの契約に基づきマレーシア人発の宇宙飛行士、シェイク・ムザファシュコアが同乗し飛行した。機関時にはソユーズ宇宙船に初めて女性2名が同時に登場した。 第16次長期滞在のクルーソユーズトママイナス -11 は国際宇宙ステーションからの離脱後、機器の故障によって緊急時に使用する弾道突入コースで大気圏に突入してしまった。これは前回のソユーズトママイナ -10 でも発生している。これにより降下中の乗務員には 10G もの重力加速度が加わった。リソケン飛行士は頸椎や腰を痛め入院した。 また大気圏への異常突入により予定していた着陸地点から西に 475km も外れてしまい途中から無線が普通になった。着陸後、ソユーズカプセル内に搭載している緊急事用の衛星電話でクルーの安否が確認された。国際宇宙ステーションからの観測や地上レーダーのデータをもとに RSA は直ちに2機のヘリコプターで捜索を開始し、 クルーを発見した。2期連続の異常突入のため、ソユーズ宇宙船には潜在的欠陥があると考えられ、設計の確認や打ち上げ前の機体、軌道上の機体の一斉点検が行われた。その結果、高果モジュールとサービスモジュールの結合箇所の分離用、爆発ボルトに問題が見つかり、分離が正常に行われなかったためと判断された。このため、 これらを改良するとともに、姿勢制御プログラムを更新することによって、この問題は再発しなくなった。ありがとうございます。